9月の27日にユニクロ U の秋冬発売か。これは楽しみだな。とは言ってもこの前ユニクロ C 買ったばっかりだからそんなに予算が割けないんだよな。誰か大人世代に似合うような鉄板のユニクロ U の新作レビューしてくれる人はいないのかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、2024年ユニクロ U の秋冬の新作、大人世代に合うのはこれに決定というテーマでお届けをしたいなと思っています。冒頭にもお伝えした通りですね、今年もユニクロ U のですね発売日が決まりました。9月の27日からですね販売開始ということで、楽しみにしていた方も多かったのかなと思います。今年は予想外にですねユニクロ U の前にユニクロ C が来てしまったので、すでにそちらでお金を使ってしまったという方もいらっしゃるかなと思うんですね。ですがやはりユニクロ U もですねこのコラボレーション系の中では非常に使い勝手がいいものが多いんですね。ですので今回はまだ発売前ではありますが、実際にサイトのですね画像を見ながら皆さんと一緒にですね大人世代にはどのあたりが似合いやすいのかというところをですね見ていきたいなと思っています。あくまで僕のチャンネルというのは30代後半から40代以降のですね大人世代の方が見ていることが多いんですね。ですのでトレンド感満載の服とか旬な服でこれはちょっと面白い見え方になるよっていうものよりは、割と定番的なところを軸足にしていて、一度買ったらそこそこ長く着れるようなものをですねピックアップして皆さんにご紹介したいなと思っていますので、ぜひ大人世代の方はですね今回の動画一つの参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね大人世代に似合いそうなユニクロ U の秋冬の新作アイテムを皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、その前に全体を見た感想からばっくりと解説をしたいなと思っています。僕もですねユニクロ U 始まった時からずっと買い続けてこのようなレビュー動画を撮っているわけなので、割とですね今回も見てみるとですね全体的に割とこう見覚えがあるような感じというか安心感のあるアイテムが多いなという印象ですね。奇抜なものだとかこれはめちゃくちゃ旬でテンション上がるなってものは良くも悪くもそんなにない印象なんですね。だからこそ僕はユニクロ U が好きなんですね。エッジの立ってるものというのは結構注目度が高かったりだとかいろんな方に紹介されることも少なくなかったりするんですが、そういったものよりも一度買ったら複数年使えるような地味だけども使える服というものが僕の中ではすごく評価が高いものなので、そういった視点で見てみると今回のユニクロ U も安定感があってすごく良いものが多いかなという印象ですね。その中でもちょっとこれは新しいなというアプローチもいくつかあるので、そのあたりもしっかりと解説をしていきたいなと思います。まずはアウタージャンルから見ていきたいなと思うんですが、全部で5点あるんですけども、個人的にちょっとこれは新鮮だなと感じたのはこちらですね。ラムニットジャケットですね。価格は5990円ということで相変わらず驚きの価格帯になっていますね。このような襟がついているシャツアウターみたいなアイテムというのはユニクロ U では毎年展開されているんですね。だけどもこれがニット素材になることでだいぶ印象が変わったなというところがありまして、これは結構面白いなと思っています。カラー展開はですね3色でブラックとブラウンとグリーンというところでどの色もいいですね。大人世代がベーシックに合わせるのであればもう間違いなくブラックが鉄板になってくるかなと思います。これに対して先日もご紹介しましたがユニクロの通常ラインのですねワイドフィットデニムのダークグレーとかを合わせてもらったらすごくバランスが良さそうな感じがします。で季節感を出すのであればブラウンもすごくいいですね。この色もですね失敗するとやぼったく見えるんですが、このあたりはややグレーを混ぜたような色合いで上品で大人世代にも似合いやすいのかなと思います。個人的にはブラウンが欲しいかなと思いつつ、グリーンも結構魅力的で、発色のいいですねグリーンというよりは結構淡い感じのグリーンですね。これもグリーンとグレーを混ぜたような色合いで明るめで結構良さそうだなと思います。こればかりは実物を見てみないと何ともわからないところかなと思うんですね。ですので実物を見ながらですねこれは一着必ず買ってみたいなと思っています。外国人モデルさんが着てるものだとちょっとサイズ感としてはですねジャスト
サイズに近いような感じになっていますが、個人的にはちょっと緩さを持って着たいなという印象ですね。このラムニットジャケットは今季の中では一番個人的には注目度が高いアイテムかなと思います。ただ実際に見てみたらそうでもなかったってことも意外と少なくないので確約はできないですが、個人的には一番注目しているモデルかなと思っています。でここで話がそれるんですが、ユニクロ U のサイトの中にですね、商品そのもののですね物撮りの写真もあればモデルさんが着ている画像もあったりしますよね。これも参考になるんですが、特にモデルさんが着ている姿というのはちょっとなかなかイメージがしづらいんですね。やっぱりさまざまな人種の方が撮影されていますし、スタイルも抜群で年齢層も含めてなかなかですね、こう僕ら大人世代が参考にするには難しいところがあるかなと思うんですね。そこで合わせて見ていただきたいのがこちらなんですね。ファッション誌のウォボのウェブ版ですね。ここがですねめちゃくちゃ分かりやすく、実際にユニクロのショールームに行ってモデルさんが着用しているような画像をですねすでに出しているので、こちらも合わせて見ていただくと一番分かりやすいかなと思います。僕も毎回ですねウォボさんの写真を見ながらよりこう想像をですね膨らませているわけなんですが、実際にこちらのですねニットジャケットを着ている画像もあるので、まあ、見ていただきたいなと思うんですが、モデルの方がですね、まあ、若い方だとは思うんですが僕と同じようにヒゲが生えていてちょっと大人っぽい雰囲気があるので想像がしやすいかなと思うんですね。まあ、ブラウンを着ていますがすごく雰囲気いいですね。まあ、モデルさんなので身長が高いので、まあ、L サイズだと、まあ、ジャストサイズくらいになるかなと思うんですが、これぐらいで着てもすごくバランスがいいですし、ワンサイズアップでもいいと思いますね。オフホワイトだとかライトベージュとかのですねインナーに対して軽く羽織るだけで様になるようなかなり使いやすいニットジャケットかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんこちらも合わせてチェックしていただければなと思っています。はい、続いてご紹介したいのはこちらですね。オーバーサイズステンカラーコート12,900円ということで、これはですね毎シーズンやってるんですね。なので僕もですね何着買ったかな、これまでに下手したら4着5着ぐらいほぼ似たようなものを買い続けてきました。これはですねシルエットもすごく綺麗ですし、襟幅もしっかりとあって存在感のあるコートなので、まあ、通常のユニクロのステンカラーコートなんかに比べるとだいぶですねデザイン性も高くて、なおかつ色の表現も、まあ、センスが非常に研ぎ澄まされているので、まあ間違いなく大人世代には使いやすい一枚になってくれるかなと思います。素材はコットン 77% でナイロン 23% ということで、まあ、これ秋にも使えますが春にも使っていただけるようなそんな一着かなと思います。カラー展開がダークグレーとブラウンの2色になっているんですが、ダークグレーは結構ユニクロ U らしいカラーで僕も何度も購入してきたんですね。まあ、今からですねこういったシンプルなステンカラーコートを1枚買うんだったらダークグレーが断然おすすめです。ただ似たようなものを持ってるんだったら個人的にはブラウンですね。これがいいんじゃないのかなと思います。色合いとしてはやっぱりこうやぼったく見えがちな色で、僕たち大人世代特に40代以降が着ると失敗するとおじさんっぽくなるんですが、デザインがミニマルで着丈が長いような綺麗めなコートなので、そのベースに対してブラウンの色を当ててもですねそんなにやぼったく見えることがないかなと思うので、個人的にはこのブラウンを注目しています。まあ、ブラウンの中でも明るめなのか濃いめなのかでだいぶ見え方が変わってきますが、かなりコクの深いですね深めのブラウンなので、これであれば大人世代が着てすごく様になるかなと思いますし、まさに秋冬らしい雰囲気が出しやすいかなと思います。ただですねこのコートを秋に着るのはいいですが、春に着るにはちょっと重たい感じがするので、まあ、そういった春秋を想定するんだったらダークグレーがいいんじゃないのかなと思います。こちらもウォボの画像を見ていただきたいなと思うんですが、モデルさんが着てるのはブラウンですね。やっぱりブラウンの中でも結構濃いめなのですごく大人っぽくて上品な雰囲気が出てるかなと思います。丈の長さもですねしっかりと長めなので、先日ご紹介したユニクロ C のちょっと短めの丈よりは安心感はすごくあるんじゃないのかなと思っています。モモのですねコーディネートで言うと結構ブラウンとかベージュ系でこう統一していますが、こういった色使いもすごくおしゃれなので、ちょっといつもと違った色使いをしたいのであればブラウンのこちらのステンカラーコートもかっこいいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。続いて3点目のアウターなんですが、こちらですねパフテックボリュームパーカーですね。12,900円ということで、これはですね買ってもいいんじゃないのかなと個人的には感じていまして、すごく使い勝手良さそうですね。いわゆるこうダウンのような見た目なんですが、ダウンが入ってるわけではなくて中綿のですねアウターになってるんですね。まあ、スポーティーなフード付きのアウターなんですが、デザインはかなりミニマルです。あまりこう木をてらったところがなくて、それがですねかえって使いやすいポイントになってくるかなと思います。
まあ、全体的なですねサイズ感は少しこうボリューム感があったりして今っぽいところもちゃんと押さえてあるんですが、極端なオーバーサイズではないので大人世代にもこれはハマりやすいかなと思います。カラー展開は3色なんですが、結構このようなですねアウターって長く使うので個人的にはダークグレーがすごくいいかなと思います。まあ、先ほどもお伝えしましたが、ダークグレーはユニクロ U をですね代表するような色というところもあるので、都会的でシャープな色合いですごく使いやすいのと、ブラック系のパンツとも相性がいいので、これはもう間違いなく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。ユニクロのハイブリッドダウンパーカーみたいなものも殿堂入りしたようなですね一つの真冬のアウターかなと思うんですが、やっぱり街で着てる方も多かったりするんですね。なのでそことの違いを出すためにもユニクロ U でこの中綿のアウターですね、このあたりを買っておくのも僕はいいんじゃないのかなと思います。まあ、最近の日本の冬はそんなに寒くないので中綿のアウターでも正直十分です。僕自身もダウンのアウターってあんまり今持ってなくて、ほとんど中綿なんですね。それで全く問題なく北海道すら行ってしまうぐらいなので、僕はですねこちらで十分かなと思います。デザイン的な特徴があんまりないんですよ。だけどもアウトドアブランドのようなロゴも入ってないので、様々なスタイリングに溶け込みやすいというところでは、これはですね地味だけど使える名品だなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。続いてのアウターなんですが、ブラッシュドジャージープルパーカーとブラッシュドジャージーブルゾンですね。両方とも短丈系のライトなアウターになっているんですが、まあ、個人的には後者ですね。ジャージーブルゾンの方がちょっと気になるかなという感じですかね。割とこうアウトドアで使うようなフリースみたいなデザインになっていまして、スタンドカラーで胸のあたりに切り替えとポケットがついているデザインになってますね。ロンティーの上にさらりと着るだけでちょっとワンマイルウェア的に使えるかなと思いますし、個人的にはアウトドアだとかキャンプの場面なんかにも着るのはいいんじゃないのかなと思います。3色展開になってまして、結構ブラウンが推しかなとは思うんですね。まあ、すごくこうおしゃれな感じもするんです。まあ、ももの写真も見ていただくとモデルさんの雰囲気にもバチッと合っていてすごく素敵だなと思うんですよ。ただ僕たち40代以降の大人世代がこの色着るとめちゃくちゃおじさんっぽくなる可能性が高い気がするんですね。まあ、先ほどご紹介したステンカラーコートのような丈が長くてダークブラウンに近いものであれば割と大人でも似合うかなと思うんですが、こちらのような着丈が短くてスポーティーな見た目でなおかつブラウンの中でも明るめだとちょっと危険度が高まりそうな気がするので、まあ、実際に試着をしてから検討したいなと思っています。まあ、34番のブラウンよりは38番のダークブラウンぐらいのが大人っぽく着れるかなという印象ですね。あとダークグレーもあるんですが、そうすると結構色が沈み込むのでそこまでこうデザイン的な面白みが見て取れないかなと思うので、ダークグレーかな、ダークブラウンかな。断牌で言えばもちろんダークグレーもですねデザインがそんなに分かりづらくはあるんですけども、個人的には好きなカラーなのでここも注目したいなと思います。価格は5990円ということで、割とですね一番最初にご紹介したラムニットジャケットと同じ価格帯なので、個人的には前者の方が優先度が高いかなと思ってるんですが、このあたりはですねできれば発売日当日に実際に買ってレビューしたいなと思うので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。続いてニットジャンルに行きたいなと思うんですが、2つですね。結構ド定番的なデザインで、バイカラーラムクルーネックセーターとメリノブレンドモックネックセーターということで、まあ丸首ですよね、どちらもベースは。バイカラーのものもですね基本的にはベーシックな見た目で丸首になっていまして、襟の後ろの部分だとか色をですね変えていてバイカラーという形で今回は表現しているわけなんですが、まあ基本はベーシックなニットになってくるかなと思います。まあ似たようなものすでに持ってる方はこれといって絶対にマストバイというわけではないんですが、まあ、通常のユニクロのラインのニットもすごくいいんですけども、ちょっと違い出したいなという方もいらっしゃるかなと思うんですね。そういう場合はユニクロ U の使いやすいこのあたりのニットは持っておいて間違いがないかなと思います。カラー展開4色になっていまして、まあ、どれも使い勝手良さそうですね。個人的にはブラウンが欲しいかなというところですかね。秋冬の着こなしって結構アウターが濃い色になりがちなので、その内側に着るですねニットとかはちょっと明るめの色を僕は選びたくなるんですね。まあ、実際に僕もこの今ジャケットを着ていますが、ダークグレーの色合いなので内側がブラックだと結構重たくなるので、ちょっと明るめの色を選ぶようにしているんですね。まあ、それと同じようにニットもちょっと明るめにしたいなということで、あんまりブラックとかって実は着ないんですね。ダークグレーも単品で見るとめちゃくちゃかっこいいんですが、重ね着するとちょっと重たいので、まあ、秋らしく見えるブラウンだとか、もしくはちょっと明るさが出るようなグリーンなんかもちょっと興味はあるんですが、
このグリーンですね、癖のある色合いではあるので実物を見てからよく検討したいかなと思うんですが、ちょうどいい中肉厚でサイズ感も少し緩さがあってド定番的なアイテムなので、一度買ったら長く使えるので、これは大人世代であれば1枚持っておいて間違いがないかなと思います。合わせてメリノブレンドモックネックセーターも同じような立ち位置ですね。ちょっと生地の厚みまでは見えないんですが、先ほどのですねニットよりはちょっと薄手の感じがするかなというところですかね。襟元がモックネックになっているので、この首のフィット感ですね、より高まる形になります。まあ、今日なんかもですね気温がめちゃくちゃ高いので、こんな暑そうなもの着るのかなというイメージもありますが、まあ、必ずですね気温が下がってくるので、こういった首元が暖かいのも嬉しいですし、何よりモックネックは首のフィット感が高いので大人っぽく見えるんですね。このあたりも含めてなかなかバランスがいいかなと思います。個人的にはベージュですね、かなり明るめのベージュです。オフホワイトに近いような色合いなので、重ね着の際に明るい色として使うことができるので、個人的にはベージュが欲しいなと思っています。今季はなんかブラウン系がめちゃくちゃ多いなという印象で、こちらのブラウンも結構深めのブラウンなので、先ほどのブルゾンに比べると圧倒的に大人世代には似合いやすいブラウンかなと思うので、これもいいんじゃないのかなと思います。まあ、いずれにしろニットはもう鉄板ですね。本当にこうベーシックで使いやすくて面白みはないんだけど長く使えるようなものなので、まあ、ぜひこのあたりもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてシャツジャンルは3つですね。チェックのシャツとユーティリティシャツとドレープシャツの3枚になっておりますが、まあチェックシャツは、ね、結構難しいかなという印象ですね。これ若い世代がですねちょっとやぼったい雰囲気で着ると、見た目の雰囲気は若々しいんだけども、アイテム自体はちょっとクラシックでややカジュアル度が高くて古着っぽいような雰囲気なので、そのギャップがハマってかっこいいんですが、僕たち大人世代が着ると本気のおじさんっぽくなりそうな気もするので、ちょっと個人的には注意が必要かなと思います。特にイエローは難しそうなので、まあ、選ぶのであればブラウンですね。このあたりは重ね着の際にちょっとしたアクセントにもなるので悪くなさそうな気はしますが、僕は多分買わないかなと思います。続いてユーティリティシャツですね。こちらに関しても結構ユニクロ U ではよくやるアプローチで、先ほどニットジャケットをご紹介しましたが、あちらと同じようにですね胸ポケットが左右対称についていて、シャツなんだけどもアウター見えするようなアプローチなので結構好きな路線ではあります。まあ、3色展開になっていて、結構ベーシックカラーというよりはベージュのような明るい色だとか、あとはもうダークブラウン、今季はめちゃくちゃよく使われてますね。コク深めですごくいい色合いです。あとはパープルですね。これも単品で見るとおしゃれ感があるんですが、ちょっと飽きそうな気もしていてですね、個人的には、まあ、この中ではダークブラウンを選ぶかなという感じですかね。ただ、まあ、こちらに関してはもうマストで買うというよりはこれまで何度も買っているようなデザインではあるので、よくよく見定めたいなとは思います。これ買うんだったら先ほどのニットジャケットの方が鮮度が高いかなとは思っていますが、割とですねベーシックで使いやすくアウター見えするようなものなので、 T シャツの上にさらりと着るだけでも様になるので、結構おすすめのアイテムかなと思っています。そして3点目、ドレープシャツ長袖ですね。こちらに関してはボタンダウンの襟型ということで、襟周りの雰囲気が変わってきます。いわゆるアメカジの王道のですねボタンダウンシャツというよりは、ちゃんとですねサイズ感がワイドに振ってあるので、今っぽいボタンダウンシャツということで鮮度は高いのかなと思います。で、素材がセルロースということで微光沢だとか、ちょっとこう落ち感というところが楽しめるので、コットンのシャツにはないような少しこう綺麗な雰囲気の1枚には仕上がってるような印象かなと思います。個人的には今回はこちらのシャツがいいんじゃないのかなと思っていまして、色はですねブラックを選んでもちょっとした微光沢なんかも楽しめるので、意外と地味に見えすぎないかなという印象ですね。まあ、ブラウンに関してもチョコレートに近いような深いブラウンなので、これまたなかなかいい色合いかなと思います。まあ、3つシャツの形がある中では、個人的にはドレープシャツ長袖がちょっと気になるかなという感じなので、まあ、ぜひ大人の皆さんもこちらチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて T シャツカットソージャンルなんですが、ここはですね割とこうすでに発売してたりだとか見覚えがあるものが多かったりするので、この中でちょっと注目したいのは1点だけですね。僕が欲しいなと思っているのがこちらですね、エアリズムコットンスウェットシャツですね。価格は3990円ということで、スウェットって結構使いやすいんですよね。最近は僕はニットもよく買っていたんですが、ニット買いすぎてその反動で少しカジュアルなスウェットですね、これを
重ね着の内側に使ったりだとか、まあ、秋であったらこれをですね主役にしての着こなしをよくするんですが、まあ、こちらを一着欲しいなと思っています。ユニクロの定番のスウェットだと割とジャストサイズでなかなか様になりづらいところがあるんですが、ちゃんと程よいオーバーサイズに振ってあって1枚でもですね今っぽさが漂うようなこちらのスウェットシャツは地味だけどめちゃくちゃ使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。カラー展開は4色なんですが、僕はここでおしゃれさだとかトレンド感がっつりと出すというよりは割とこうベーシックなダークグレーを選んでブラックのパンツとかで気軽にですね散歩に行ったりだとかコンビニまで買い物に行くときに使いたいなと思ってます。まあ、やっぱりダークグレーのこの色合いすごく綺麗ですよね。グレーの中でもちょっとこうグリーン味を感じさせるような曖昧な色合いというところがすごくいいので、地味ではあるけども一回買ったら結構リピートしたくなるようなそんな名品かなと思うので、まあ要チェックだなと思います。まあもちろんベーシックなブラックでもいいし、今っぽく重ね着のピースとして使いたいのであればやっぱりブラウン系だとかベージュなんかも使いやすいかなと思うので、これは1枚必ず買っておきたいなと思います。派手さはないんだけども確実に使える、これがユニクロ U の最大の魅力であると思っているので、まあ、ぜひそれを含めてこちらのスウェット大人っぽく着れると思うのでチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてボトムスジャンル行ってみたいなと思います。すでに発売しているものもあるんですが、その中でもですね個人的に一番注目しているのはこちらですね、コーデュロイタックワイドパンツですね。4,990円、これはですね結構テンション上がるようなアイテムかなと思ってまして、3色展開になっています。ダークグレーとベージュとそしてブラウンですね。やっぱりブラウンがとにかく入ってくるなという印象なんですが、個人的にはダークグレー、これがまず欲しいなと思うんですね。まあ、タックワイドパンツということで腰回りにタックがグッと入ってですね少しこうワイド感のあるようなボトムスのシルエットになっています。それに対してベルトがついてるんですね。いわゆるこうグラミチのパンツのようなクライミングパンツについてるようなベルトがついていて、ちゃんとですねウエストをギュッと締めることができるので、これだったら結構ウエストで合わないことがある僕でもですね履きやすそうだなという印象があります。ちょっとサイズ感をあえて上げてもウエストでギュッと締めることができるので、割と自分の好みのですねフィット感のものが選びやすいかなと思うので、これはいいかなと思います。でコーデュロイで腕も割と強めに出ているんですね。僕はあんまりコーデュロイ好きではないんですが、だけどもこれはですねなぜか嫌な感じがしなかったというのもですね、色合いじゃないですかね。このダークグレーのシャープさというところがすごくですね都会的でシャープな雰囲気だったので、コーデュロイのこのですねちょっと野暮ったさというところをうまく中和してくれてるかなと思うので、すごくバランスの一本かなと思いました。ブラック系のアウターだとかあとはブラウン系のアウターとも相性が良さそうなので、これは欲しいなと思いますね。ボトムスの中で久々にテンションが上がりましたね。そしてベージュですね、これも本当にこう明るめのベージュなのでオフホワイトに近いような感じで、コーデュロイが持つ野暮ったさを消してくれるし、あとは着こなしの中でパッと明るくなるので、アウターが暗い色の場合ブラウンでもダークブラウンでも結構ですねこのベージュのタックワイドパンツを履くことで明るさを出すことができるので、秋冬こそ結構明るめのパンツって使いやすいかなと思うので、これもいいんじゃないのかなと思います。またちょっと旬な雰囲気をですねボトムスで出すのであれば、ダークブラウン系も使い勝手がいいので結構色が全部いいというところが難しいところなんですが、個人的にはダークグレーを皆さんにお勧めしたいなと思ってまして、同じぐらいベージュもおすすめです。あとはトレンド感漂わせたいのであればブラウンなんかもいいかなと思うので、まあ、ぜひですねちょっとパンツのバリエーションを広げたい、季節感出したいということで、このようなタックワイドパンツという選択肢はすごくいいかなと思います。まあ、結構ワイドめなので少しクロート向けにはなってくるんですが、丈の長さですねしっかりと裾上げをしてください。そしてハーフクッションからワンクッションぐらいにしていただいて、あまりだらしない長さにしなければ大人世代にもストンと落ちるようなシルエットなので使いやすいかなと思うので、まあ、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラストのジャンルがグッズになるんですが、個人的にはここはパスでいいかなと思います。キャップとボディバッグとロールバッグがあるんですが、まあ、どれも使い勝手がいいかなと思うんですが、大人世代が持つ小物としてはまあ、コスパというところよりはそんなに量はいらないので、しっかりとしたものを持った方が長い付き合いになるかなと思うので、まあこの辺りは特になくてもいいかなという印象でした。なんか若い世代であればこのような小物をですね着こなしのパーツとしてなんかこう気分ごとに変えて持つのもいいかなと思うんですが、大人世代であればそこまで個人的にはグッとくるような感じでもなかったので、この辺りはちょっとパスをして他のアイテムの方にですね投資をしてみたいなと感じています。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では9月27日金曜日に発売となるユニクロ U の秋冬の新作の中で、特にですね、大人世代に似合いやすいものを皆さんにご紹介をさせていただきました。全部をレビューしたわけではなくてですね、あくまで大人目線でというところでご紹介しましたが、ざっくりと振り返りますと、アウタージャンだとオーバーサイズステンカラーコートとパフテックボリュームパーカー、これは間違いないですね。これはもうベーシックで使いやすいです。ロング丈のコートとこのようなスポーティーなアウターに関してはもう絶対必要なので、このあたりはお勧めできます。そしてラムニットジャケットはちょっとチャレンジングなアイテムですが、これもですね、なかなかお勧めのアイテムです。あとは丸首のニットに関してはもう持ってなかったら1枚持っておくといいかなと思います。どっちもいいです。でシャツに関してはドレープシャツを長袖ですね、これが大人っぽくて割とこう上品な見え方してくれるかなと思うのでおすすめです。でカット総計で言うとスウェットシャツですね、これがワンマイルウェア的に活用できるかなと思ってまして、ボトムスはコーデュロイタックワイドパンツですね、これがちょっと旬な雰囲気もあってボトムスの中では結構グッときたものなので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。まあ、何度もお伝えしている通り、ユニクロ U というのは派手さはないんですね。だけども確実に使えるようなものが多くて、どれを買っても失敗はそんなにしないようなものが多いかなと思うので、まさに大人向けかなと思います。常々僕は思ってるのは、ユニクロと GU を比べると GU の方が今っぽくてなんかワクワクするものが多いんですね。ただ素材の質感で言ったらやっぱりユニクロの方が圧倒的に満足度が高いんですね。なので GU 的なデザインのものをユニクロでやってくれたら最高なんだよなって思ってるんですが、それがまさにですね、ユニクロ U の立ち位置だと思ってまして、ちゃんと今っぽさというところ、サイズ感も今っぽくなっていますし、デザイン的に旬なものも取り入れられていて、素材感がユニクロクオリティですごくバランスがいいので、大人の男性にはめちゃくちゃハマりがいいかなと思うんですね。エッジも立ちすぎてないので気軽にトライしやすいので、ぜひ皆さんもですね、今回のコレクションの中で気になるものがあったらコメント欄で教えていただければなと思います。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。